こんにちは。キングダムエデュケーション音楽担当の足立健介です。今日は音楽の36回目の授業になります。早いもので、私が担当したこの音楽の授業も3年が経ってしまいました。早稲田にある牛込キリスト教会からの放送になります。前回と前々回の授業、2回にわたりヨハン・セバスチャン・バッハが作曲した受難曲に触れ、その傑作と言われているマタイ受難曲、まあ正式なタイトルは福音史家聖マタイによる我らの主イエス・キリストの受難、そしてヨハネ受難曲を紹介しました。今日はこれまで紹介してきた賛美歌や教会音楽の締めくくりとして、ヨハン・セバスチャン・バッハの最高傑作と言われているミサ曲ロタン調、バッハ作品番号232番、まあ日本語では一般的にロタン調ミサ曲と呼ばれています。まあこの曲を紹介したいと思います。この曲はしばしばバッハの最高傑作だけではなく、まあいわゆるクラシック音楽、教会音楽の最高傑作と言われるほど高く評価されています。でははじめにミサ曲について説明しましょう。もう先ほど話したように3年ほど前になりますが、私の7回目の音楽の授業の時にグレゴリオ聖歌について紹介しました。またそれに続く8回目の授業の時ですかね、その時に簡単にミサ曲について触れましたが、今回は少し、その辺を復習するとともに詳しく紹介できたらなと思います。ミサ曲というのはミサで使われる曲ですね。したがって、カトリック教会の礼拝のミサで使われる聖楽曲ということになります。私たちプロテスタントではミサはですね、まあ、聖餐式というような呼び方にあたるような大切な儀式になるんですね。これはですね、グレゴリウス一世の頃に儀式的な形式が整備されたと言われています。初めの頃のミサ曲、つまりこの儀式的にミサが行われるようになった頃歌う曲は、まあ、グレゴリウス一世の頃だったのでグレゴリオ聖歌などの単声、つまりメロディーが一世ですね、単声による朗唱方式、まあ完全にメロディーのように歌うのではなく唱えるような形で歌われていました。そして、私の授業でも説明してしましたが、自然に二重奏になり、二重唱ですね、それからまた三重唱というように一緒に歌う声部が増えていくミサ曲が作られるようになっていきました。そして、まあ、この最初のうちミサとしていろいろなグレゴリア聖歌が歌われるようになった頃はですね、その場面ごとに歌う歌は同じ人が作ったのではなく何人かの人が作った曲を歌っていたんですね。だから全体、このミサ1回全体を通して一人の作曲家が曲を作るということはなかったんです。ところが14世紀頃になるとミサを一人の作曲家が統一して作った曲を通してミサが行われるようになってきました。特にそれに貢献したのが
フランス生まれの作曲家ギヨーム・ドゥ・マショーという人ですね。ここに、たくさんいるんですけども、画像の中で女神と3人の娘から祝福されているのがこのね、マショーだと言われているんですね。作られました。彼が作った最初のミサ曲というのがノートルダムミサ曲。このノートルダムミサ曲というのが、今私たちがやるミサを、一つのミサの流れの中で全部同じ作曲家によって書かれた最初のミサというふうになっています。もともとこのミサで行われる歌はですね、10種類ぐらいの聖歌で構成されていると言われています。この時に歌われる聖歌ですね、これは、ミサの行われる主日祝日ごとに歌われる曲が決まっている。そういうのを固有分聖歌と言います。もう一つは日によって決まっているものが日ごとによって変わるのではなく、毎回必ず歌われる通常分聖歌というのがあります。この固有分聖歌、つまりこの日はこれを歌うというふうに決められているものは、多くはグレゴリオ聖歌が歌われる場合がほとんどですね。そして日によって決まってない、もうどんな時でもミサの時はこれを歌いますよというのが、キリエ、グローリア、クレード、サンクトゥス、これに小さい賛美歌のようなベネディクトゥスというのが加わることが多くありますね。そしてアニュスデイの5曲で構成されています。つまりこの5曲入っているのがミサ曲の重要なポイントになりますね。13世紀以降のグレゴリオ聖歌以外でも、多世音楽が取り入れられるようになると、こうしたキリエとかグローリア、クレード、サンクトゥス、ベネディクトゥス、含まれているこれですね、それからアニュスデイについてもたくさんの聖歌で作られるようになりました。そしてこの5種類の曲を通して作られた曲、一つの作品全体をミサ曲と呼ぶようになったんですね。ではこのキリエって皆さん聞いたことあると思うんですけどもね、グローリアという言葉もよく耳にしますよね。これはどういう意味なんでしょうかね。キリエというのは、主よという意味なんですね。ですからこのキリエというのは、主よと歌う、つまり憐れみの賛歌と呼ばれています。ではグローリア、これはですねよく使いますが、栄光という意味ですね。神様に栄光をあれというように歌いますので、これを栄光の賛歌と呼んでいます。グローリアの初めの歌詞はですね、多くはルカによる福音書の2章14節、意図高きところでは栄光が神に、地上では平和が善意の向かう人々に、というところから引用されています。そしてクレード、これは同じようにラテン語で信じるですね。ですので、信仰宣言と言われる賛歌です、ね。私たちが礼拝の時に、必ず行う使徒信条、クレード・イン・デウムって出てくる最初の言葉になりますね。皆さんもそういうふうに言うと分かりやすいかなと思います。そしてサンクトゥスは聖なるかなという意味で、感謝の賛歌と呼ばれています。これはイザヤ書6章3節、聖なる聖なる聖なるお方、それは天の軍勢の主、全地は主の栄光で満ちている、というところが引用されています。それにですね、先ほど説明したように
短い賛歌ベネディクトス、まあ、これは祝福がありますようにという意味だそうですが、これが多くは付け加われています。これはですね、マタイによる福音書21章9節にある意図高きところにホサンナという言葉があるんですが、これが引用されることがあります。そして、終わりのアニュスデイですかね、これは神の子羊という意味です。まあそこで平和の賛歌と呼ばれていますね。これはヨハネによる福音書1章29節見よ、世の罪を取り去る神の子羊だという言葉が引用されていると言われています。まあこのように聖書による神の御言葉の引用で歌詞がつけられているのが特徴なんですね。さらにまあ後になりますと、先ほど言ったこれは声楽曲が中心なんですが、それに管弦楽、オーケストラなどの伴奏がつけられるようになりました。まあ9世紀になりますと、こうしたミサ曲というのは実際にミサの時に歌われる音楽という宗教教会音楽の域を超えて、ベートーベンなどによって演奏会用の作品として作曲されるようにもなり、今日もそのように作曲されることがたくさんあります。それではここで先ほど紹介した、ミサの、まあ、通常文ですね、これが一人の作曲家によって最初に作られたと言われているノートルダムミサ曲、ギョーム・ド・マショー作曲、14世紀頃に作られた作品で、まあ、このノートルダムっていうのはノートルダムですね、これは我らの貴婦人という意味です。ダムが女性ですね、ノートルが我らのという意味ですので、これはイエス・キリストの母である聖母マリアのことを歌っていますね。それではその第一章キリエをお聞きください。歌詞は実際にはこれキリエの部分は、まあ、7分ちょっとの曲はあるんですが、歌詞はこのキリエエレソン、クリステエレソン、キリエエレソンというこのたったこんだけしかないんですね。つまり主よ憐れみたまえ、キリストよ憐れみたまえ、主よ憐れみたまえ、この3つをそれぞれ3回ずつ歌う、ここがとても大切なところですね。ではお聞きください。いかがでしたか。人の声だけによる深い響きを感じ取っていただければ幸いです。まあ、歌詞が短いですので、当然長くなると母音をしっかり響きを伸ばすという、こういう歌い方が発達していったということが分かっていただけるのではないかなと思います。さて、
それでは、ヨハン・セバスチャン・バッハのミサ曲ロタン調を紹介しましょう。ヨハン・セバスチャン・バッハについてはこれまでですね、何度も紹介してきたので、皆さんにはもう馴染み深い作曲家ではないでしょうか。ところで、熱心なルター派信者であったヨハン・セバスチャン・バッハが、カトリック教会のですね、典礼であるラテン語のミサ曲を作曲したのはどうしてかなと不思議に思えるかもしれません。私は最初不思議だなと思ってたんですね。しかし、まあ、バッハ自身が前回紹介したような教会の、まあ、音楽家をやってるのとは別にですね、まあ、宮廷音楽家、つまりカトリックの、まあ、宮廷に仕えるですね、音楽家として職を得ていたこともありますので、まあ、バッハにとってはカトリックとかルター派とかそういうことを超越して純粋に神を賛美する音楽として捉えて作曲していたのではないかなと思ったりもしています。また、まあ、当時ですね、マルティン・ルター自身が先ほど説明したキリエとか、ここにも書いてあるんですけど、サンクトスの使用を礼拝の中で認めていたんですね。まあ、そういうこともあって、当時のルター派の教会では、まあ、このようなラテン語のミサが普通に行われていたのではないかなということが想像できますね。そして、まあ、バッハのこのミサ曲ロタン調はですね、まあ、その規模から考えると、実は本当にこれを礼拝でやってるのは長すぎるのではないかなと私は思いますね。まずこのバッハは、最初の、ミサ曲の「サンクトス」をですね、1724年頃から作曲し始めたと言われています。そして曲の一番最初にあたる、まあ、キリエですね、それから次の「グローリアは」は、まあ、それよりも遅く作られてるんですね。全体の曲としてはですね、1747年か、まあ、1748年に全体を通した楽譜を清書したと言われています。曲はですね、全部で27曲ありますね。初めの曲はキリエですね、ロタン調なんですが、多くはですね、まあ、ロタン調と同じシャープが2つつく調の二長調を中心にして作られています。そしてもう一つ特徴がですね、多くのこのミサ曲で使われている曲の多くがですね、まあ、セーブ、まあ、ソプラノ、アルト、テナール、バスというが、歌のパートですね、これが順番に演奏されるフーガの様式で書かれているんですね。それぞれの声部が順番に出てくる。つまりここが重要で、まあ、歌詞が同じ内容の歌詞が声の高さが別によって順番に出てきます。つまり、どのパートがメロディーとか、どのパートがハーモニーを作る伴奏かというようになっているわけではないんですね。それぞれ独立しながらそれぞれのパートが歌われている。まあ、そういうように音楽は作られているんですね。まあ、このような作曲法をちょっと難しいんですが、大法と呼んでいます。そして、まあ、曲目数はここに書いた通り、キリエは3曲、グローリアは9曲、まあ、クレード、この曲では二回や信条、まあ、私たちは使徒信条と呼ぶんですが、ニカイア、もしくはニケーア信条、ニケーアの公会議で、まあ、定められた信条ですね。これが9曲。そしてサンクトス、ホザンナ、ベネディクトス、ホザンナ、アニュスデイ、ドーナ・ノービス・パケム。このドーナ・ノービス・パケムっていうのは最後に付け加えられてるんですが、私たちに平和を与えてくださいという意味なんですね。まあ、この曲の6曲が加わって全体で27。これ全部演奏するだけで2時間
弱となる対極なんですね。だからこれに合わせて、まあいろんな儀式が進んでいくとなると、かなり長い、礼拝ではなかったでしょうか。それでは、キリエから冒頭の曲、まあ、キリエの一番最初の曲ですね、主よ憐れみたまえを紹介します。先ほど聞いたギヨーム・ド・マショーのノートルダム御作曲との違いを感じながら聴いていただけると嬉しいなと思います。お聴きください。いかがでしたか。このキリエというのは全体では歌詞がこんだけなんですね。でも曲はこの歌詞、これで一曲、これで一曲、これで一曲というように、作られています。先ほどのギヨーム・ド・マショーの曲とは違って、合唱がオーケストラの響きと対話をしているように歌っているところが素晴らしい作品ではないかなと私は思います。では、続いて、グローリアを紹介したいと思います。グローリアは9曲の構成になっています。全体ではですね、こうこれぐらいの歌詞がそれぞれあって9曲あるんですが、今日はそのグローリアの終わりの合唱曲、聖霊とともに父なる神の栄光のうちにアーメンと歌われるところを紹介したいと思います。お聞きください。
がでしたか。先ほどまで聞いた、合唱の響きにオーケストラ、そしてトランペットですね、金管楽器の素晴らしい華やかな音色が加わって、非常に神様を賛美する、神様の栄光のうちにアーメンという気持ちが本当にこの楽器の音色とともに表現されていた印象的な曲ではなかったでしょうか。それでは続いて、ニカイア神女、ニケイア神女ですね。皆さん多分高校生になって世界史とか勉強すると、このニケイアという言葉はどっかで聞くかもしれません。覚えておいてくださいね。このニカイア神女、ニケイア神女というのは、先ほど話したように、私たちが主日礼拝でお祈りする使徒信条と内容はとてもよく似ています。説明するとですね、音楽の授業では少し難しくなってしまいますので、どうしても、気になるようでしたら、皆さんが通う教会の牧師先生に尋ねてみてください。そうすれば分かりやすく説明していただけるのではないでしょうか。全曲でこの曲も9曲あります。それぞれの歌詞につき1曲ずつというような概念で、作られていますので、初めのところですね。我は真実、唯一の神、クレードインっていう始まるところですね。それに引き続く全能の父、天地と見ゆるもの見えざるもの全ての作り主のところをお聞きください。
たか。先ほど説明した声部が順番に出てくる見事な風雅で構成されていた曲だと思います。それでは、今日の授業の終わりに、2曲、アルトのソロ、まあ受難曲で説明したと思うんですが、この当時女性が教会の典礼で歌う習慣がありませんでしたので、まあ当時の私たちはアルトというと女性の低い方という概念で捉えるんですが、当時は男性が歌ってるんですね。まあ今日はその男性が歌っているアルトのソロを聴いていただきます。アニュスで世の罪を除きたもう神の子羊よという歌ですね。この曲と最後の全体、まあ曲全部の締めになりますか、終曲ドーナノービスパケン、私たちに平和を与えてくださいという曲を紹介します。まあ続けてお聴きください。
かがでしたか。まあ、素晴らしい終局のコーラスだったと思います。こうした曲は今どうしても音楽の授業としては続けて紹介することができないのがとても残念です。ぜひ皆さんね、何度も言うようですが、時間を作って聞いていただければと思います。さて、皆さん、これで私の3年間にわたる音楽の授業が、一区切りついたという形になりますね。これまでたくさんの曲を紹介してきましたが、本当に、皆さんの中でも好きになった曲、あまり好きではなかった曲といろいろあると思いますが、ぜひこれからもたくさんこうした名曲と言われる曲を聴いていただきたいなと思います。特に、この最後の授業3回で紹介したバッハの受難曲ですね、ミサ曲は聖書の御言葉が素晴らしい音楽によって表現されています。ぜひ聴いていただければ皆様にも、そして一緒にいる仲間にも素晴らしい神様の祝福が得られるのではないでしょうか。どうもありがとうございました。